プセルトーイ、カプセル級フロイラインカプセルおみくじよりイカ娘やってきた。こっちは。お。マジでマジでそれくれ、それ来ちゃう、それ来ちゃう、それ来ちゃいますか。今日来た、今日始まったね。今回出たのはイカ娘イカスミじゃー、イカスミドバー、そして背中にサメさんもついております。やっぱイカ娘は外れないな、造形的に。イカ娘の造形は外れを作れないね、こいつは。かわいい。大吉がね、メイド服イカ娘、吉がスクミズイカ娘、中吉がワンピースイカ娘、小吉が浴衣イカ娘、今日がスミハキイカ娘と、こんな感じになっております。総合人にはない能力を持つあなたですが、ほぼに強魔だ。周りにあまりに強大なライバルが揃いすぎて思うようにことは運びません。自分の力を最も活かせる道を探したいところ、常に油断は禁物です。俺の背中に回るな。事業、自分にとって不快なことも人には好評を持って迎えられることがあります。What? 健康、信用できる相手に腹に溜まった黒いものをすべて吐き出すことで精神の安定が図れるかもしれません。ミとファの半音階の繰り返しは大きな不安を呼び起こすので注意がして、もう何を言ってるのかわからないよ、カオルくん。アンラッキーアイテム、軟骨魚類。いやいや、軟骨の魚類。イカかよ、イカ。要するに、イカだよ。やっぱりね、これも300円なんですよ。海洋堂さんのガチャなんだけど、300円ね。なので、100円分クオリティが落ちてるはずですが、出来がいいね。超いい。かわいいもん。いや、当たりやろ、これ。当たりやろ。じゃあね、ストラップかけるよくんにかけてみたいと思います。はい、やってまいりました。ストラップかけるよくんでございます。こちらが前回やったカプセルおみくじ、メイドセイバーですね。で、今回出たのがこちら。カプセルおみくじの、イカスミハキ娘ですね。イカ娘のスミバーってやつですよ。いやいや、かわいいね。こう見るとやっぱ、セイバーよりダントツでイカ娘の方が出来がいい。同じ値段だけどね。はい、そんなわけで、カプセル級フロイラインカプセルおみくじより、イカ娘、スミハキイカ娘が出たという動画でした。バイバーイ。